え正直疲れましたとというえところですあのー、今回はえ非常にボリュームも大きくてですねえまあ作るものが多かったっていうのとえそれからチームの規模も大きくなりましてそういう意味では非常に今までになかった大掛かりなえ開発になりましたんでその辺いろんなえ今までになかったえまあ 苦労とか <laughs> ありましたけども <laughs>、えー、まああの完成して良かったと思います。正直なところですね、あの前作はあれで、えー、完結してたんですよ。で、あの次のことを全く考えずに、えー、まあ、最後の、えー、エピソードが出てくるんで、えー、それを活かしたまま、えー、本作に続けるっていうその。 後でまあお話を続けていくっていうのが非常にまあ難しかったんですけど、ね、あの当時はあの本作のことは考えてなかったですあの前作で、えー、完結したお話として、えー、設定しましたあのまあ前作で非常に評判が良かったんですよであのスネークさんっていうのはまあ前作まあ前前作というかその、えー、最初のメタルギアからずっと踏襲しているキャラクターなんですけども。 えー、もう伝説の傭兵という風になってしまいまして、えー、ゲームのシステム的にですね、えー、新しいユーザーが入り込めない、えー、例えば無線機で、えー、スネークこういう時はこうしろっていうその設定上非常に無理が出てきたっていうのが一つあります。それと、えー、あの小説でやる一人称の小説で主人公が別にいるやつってありますよね。 でそれに近い形でスネークからちょっと距離を置くことで、えー、スネークをさらに、えー、深みのあるキャラクターに仕上げることができるっていう狙いがありました。あのー、語り部は、えー、プレイヤーなんで、えー、新しいキャラクターになりますけどもあくまでも主人公はお話の中の主人公はスネークであるとそういう持っていき方ですよね。まあ、前作と本作がそれぞれテーマがあるんですけどもその 2つを、えー、合わせて1つのメッセージになるような、えー、風になってます。前作があの遺伝子からの脱却といいますか、えー、親から子供に遺伝情報が伝えられて、えー、その遺伝情報にいろんな可能性が、えー、秘められているとで、それをどう使うかはその人の、えー、生き方によるっていうそういうテーマでした。で本作はですね、その遺伝情報に載ってない部分 えー、例えば、えー、人の歴史と,歴史とかです、ねえー、文化とか、まあ、歌とか絵とかですけども、えー、考え方とか、えー、感情とかっていうのを、えー、どう伝えていくかっていうそういう、えー、のがテーマですね。でそれにデジタルっていうのをキーワードを、えー、かけて描いてますてあの。ですから、まあ、遺伝情報に載ってない部分っていうのは、えー、我々は、まあ、昔からですね えー、石板とか、えー、文字とかですね、うん、絵とか歌とかそういったもので伝えてきたんですよねでその中でいろんな選択があって人から人に言葉を伝える時に、えー、ある程度改変されたりそこに選択があってそれがどれを伝えていくかっていうのがその人の、えー、価値観であったりするんですけどもそれがデジタルになった時に、えー、どうなるんだろうっていうのが、えー、今回のテーマですね。 で前作と本作のテーマを合わせて組み取っていただければと思います。前のお話は知ってますからそのままの形でここまで変わったよあるいはスネークはこうなってますよっていう部分をまず伝えるのが短歌編です。で前作の話を全然知らない人スネークのことも知らないしメタルギアが何かも知らないっていう人はそういうお話を。 最初にお伝えないといけないいいとけですよねでそれをデモで見せるのは非常につらいんですよね。でそういう人のために全く違うエライデンというキャラクターを登場させて、えー、メタルギアが何かということも伏せておいてそこで、えー、体験していく過程でメタルギアが何者かで、えー、どういう兵器であってそこにスネークとタコンとかっていう、まあ、前作の話がこう並行して進んでいってある程度いくと前作の話が分かってくるとそういう作りにしました。だから入り口が2つあるということですね 前作のユーザーと新しいユーザーは違う入り口から入って途中で合流して本作と前作の両方を共有したあのゲーム性を体験するっていうそういう仕掛けです。と僕はもうあのバンコク世代なんでロボットが大好きなんですよ。でロボット のエンターテインメントっていうのは非常にこう期待もしていますしえ何らかのえまあお手伝いといいますかそういうことをしたいなと思ってるんですけどもであのまあ僕らは十何年間ゲームを作ってきましたんでそのゲームで培ってきたそのデジタルのえノウハウエンターテインメントのノウハウとえロボットとえこ,れから伸びこれから伸びていくそのネットワーク この三つを合わせて、えー、新しいエンターテインメントができないかなとは考えてますね。あのどうしても僕らは VR の VR の中でどこまでリアルに作れるかというのを、えー、追求してきましたんで、えー、ただそこのどこまでも作り込んでいくんですけど、それってあの実在しないんですよ。虚構の空間なんで、そうなってきたときにロボットっていうのはやっぱり手で触れるものなんで、えー、その。 手触り感みたいなのを、えー、大切にしてあら新しいものを作っていけたらなと思います3年かかりましたけどもようやく、えー、完成しました、えー、楽しんでください混沌としてるゲームだなっていうか いろんなものが混じってるし出てくるのは親父ばっかりだし変なゲームだなっていうのは正直なとこの感想ですね。他のゲームとは全然違うっていうか異質なものがあるんでその辺すごくいいなと思います。まあ、そのメタルギアとと親父が戦う部分とか うーんアクションの部分かなり前作より力入ってるかなと思うんでその辺見てもらえれば嬉しいですね。そのロボットっていうのとは別がまあ僕の中の永遠のテーマなんですけどまあトイレ行ってる時も電車の中でもなんかこうパワードスーツを考えてたりするんですよ。そういう意味で言うとまあ反り出すの着てる。 まあ,あれも一種のパワードスーツだとするんですけどその辺のえあれは前回の忍者が言いましたよねあの強化外骨格のえ進化形態みたいな形を想定してメタルギアの中での一種のパワードスーツっていうのをえ表現してみたんですけど。 ライデンというキャラクターが出てきたっていう、えー、元になったのがあのねですね前回モニターチェックメタルギア1ソリッド1の時にやったモニターチェックの時にある女の子が親父ばっかり出てきて「こんんなゲーム嫌だっってて書いてあったんですよそうか」じゃあなんか美形なかっこいい男の子でも書いてみようかなっていうのが。 おそらく最初だったんじゃないかなって思います。うんでそういうことがありつつですねまあそれが現実になっちゃったんですけども、えー、キャラクターをデザインするにあたってっていうのは特に僕の中の,そのかっこいいキャラクターっていうのをそれを素直に出しただけなんで、うん、まあつ ディティールとか細部の爪っていうのはやっぱりしんどいんですけど PS2 になって細部までポリゴンで表現できるテクスチャーもえー解像の高いものが使えるっていうのがあったんでえ細かいディティールをんー詰めないといけないでポリゴン作ってるキャラクターあスタッフも ここどうなってるんですかっていうふうにこう聞いてくるわけですよ。筆で描いてるとここ分かんないとかって言われて、じゃあ今日は今回は筆なしやみたいな鉛筆で全キャラ描かないといけなくなっちゃったんですよ。で、鉛筆ってあまり得意じゃないんで、それがうんどっちかっていうと難しかったところですね。今回もほとんど素直に、えー、描いたつもりなんですけど。 えー、僕の絶対これっていうのはソリダスぐらいソリダスの,、まあ、あの強化外骨格というかパードスーツぐらいだったんですけどあとはかなり素直にに僕なりりいたつもりですまあ絶えずこうどんなものにしようかとか考えてはいるんですけど、えー、何枚も何枚も描いて。 で初めて、えー、出てくるものもあるしそのある時ポッとこう出てくる時もあるしその中でもまあ何枚,かい何枚も何枚も書く中でもまたさらに計算されて、えー、初めて出てくるアイデアとかキャラクターもいますしその枚数書いてる時にこう筆がずるっとこうずれちゃった時にいいのが出るとか。うん、アクシデントを いい方向に持っていく時とか、そういうのもあります。そうですね。やっぱり上司ですし、えー、まあ一言で言うと怖いなっていうのもありますよね。だからいつもこうコイルのようにこう泣きながら仕事をしている。<laughs> それぞれやっぱり、うん、プレイする人によって思うこと違うと思うんですけど。 それぞれの人の考えというか、えー、思いっていうのが、まあ、おそらくプレイした後に出てくると思うんですけどそれを、えー、うんどう自分が感じたのかなっていうふうに、えー、プレイした後も思ってもらえれば嬉しいかなと。 まあ、小島チームは昔からですね実際にその全てを仕切ってますあの監督っていうポジションと間にですね、えーまあ、組み立てるセクションというのがあるんですよね。でそれが、えー、チーム内ではシナリオ班というふうに呼ばれてるんですけれども、えー、例えばまあ車なんかに例えるとですね、えーまあ、プログラムであるとかその音であるとか、えー、デザインであるとかっていうのは全てその、えー、タイヤであったりエンジンであったり。 あの椅子であったりすするわけなんですよねでそれらを、まあ、組み上げてで実際にそのゲームとしての,その形にしていくっていうセクションなんですよ。ただまああの車とかも設計図がバシッと決まっててねあの組み上げるともう必、えー、然的に出来上がるっていうものではもちろんないんでその組み上げていく時にですねその椅子の位置をこの辺にしようかとかですねからタイヤの角度はこうしようかとかエンジンはどうしようかっていう形で、えー、いろいろとその調整していくことであの乗りやすい車にもなる わけだしあの乗りりににくい車にもなったりするで、まあ、そういうことでは一番そのゲームの,、ね、あの質そのものに影響が出るところなのかなということでやってて楽しいんですけどねあのものすごくプレッシャーも大きいです。入社した時に まあ、あのちょうどその時はいきなり個人番組ってことではなかったんですけれども、えー、まさにその MSX 版のメタルギアっていうのをやってるところでして、えー、もうほとんど完成間近だったんですけれども、えー、バグチェックに参加してくれないかということで入社して最初に私が行った、まあ、仕事と呼べる仕事を だったのかまあそのバグチェックは仕事かどうかっていうのはねあ,のあるんですけれども、えー、最初だったんですよ。で以来ずっと私の中で他にもいろんなプロジェクトには携わってきたんですけどもやはり一番最初っていうのはこう記憶に残ってますんで、えー、今こうしてあのメタルギアソリッドそれからメタルギアソリッド2という形で、えー、順次、えー、携わってきてるわけなんですけども。 ライフワークって言うとあれですけれどもね、えー、まあ小島、えー、監督の元に、えー、ついてですね、えー、自分もどっぷりとこの、えー、シリーズの中に、えー、身を置いてしまっている、えー、そういう意味では本当に思い入れがね、えー、非常に大きい作品になっています。<noise> いつもこれ言われることなんですけど、非常にお待たせしましたというんですかね、長くあの開発がかかってしまって、えー、まあいろんな意味で。えー 待たせることなくもうちょっとこうテンポよく出していければなというふうには思うんですけれどもこのかかかっっったた時間にに見合った、えー、質に、えー、なっているかと思います、えー、長く遊べる仕様もいろいろと、えー、入れてますので、えー、一度といて割と今回ちょっとあのテーマ的にも奥の深いところがありますんで、えー、二度三度、えー、深くゲームそのもの,あの楽しむっていうことの他にも、えー、考えてもらえると、あのー、いいかなというふうには思っています。 えー、プログラムのまとめ役というか、えー、メインプログラムを担当しました上原と申します、えー、まあ基本的にはシステムっていいますか、えー、システム周りの方をやってまして、えー、グラフィックス以外の CD 周りですとか、えー、そういうところを主に中心にやっておりますそれと、まあ、あの全体的にどういう人にどういうものを振るかとかいうディレクションとかそういうことをやプログラムの中でやっているやってましたはい まあ、私の担当分といいますかプログラマー全体がかなり、えー、力を入れてものすごい大きなプロジェクトになっちゃいまして、えー、いろんなところでもうこんなところ誰も気づかないやろうというところにまでこだわったプログラムになってますで、えー、まあ私自身の担当分でいくと、まあ、労働自体とかそういうのもかなり気を遣って早くしているつもりなんで、えー、ストレスなくあまりこうなんていうんですか気づかれないように。 あユーザーさんがこういう僕私が苦労してることを気づかないような <laughs> ところが成功だと思ってるんでス、えー、ストレスなくゲームをやっていいただければと思いますメタル1の時もそうだったんですけども割と、えー、技術的な実験をさせてもらえるというか、えー、多くできる場だったっていうのは間違いないところでメタル1の時もメタル2の時もかなりその当時にしては他がやってないようなことをやってみようとかあとは。 これは面倒くさいけどやってみようとか <laughs> そういう感じで何、えー、てますかプログラマーのスキルの出し合いというかそういうところで頑張ってみたタイトルなんですね。なんでまあまあ時間かかってしまいましたけどやっと、えー、遊んでいただけることになりまして。えー やってもらえるということで、えー、楽しんでくださいということですね。あの MGS は割と小ネタが多いと言いますか、あのいろいろ細かいところで遊びがかなり入っています。あの普通のゲームよりもこう自分でね能動的にこういうことやって遊んでみようみたいな感じで遊んでもらえると非常に楽しめるんじゃないかなと思いますんで、えー、そういう感じであの遊んでみてください。よろしくお願いします。 えー、メタルギアソリッド2の、えー、サウンド全体の指揮をとっております、えー、音響監督の村岡です最近はゲームの映像が、えー、立体化 3D 化していきまして音の方がそれにどのように、えー、対応していくかどのように立体的に聞かせることができるかっていうのがもう当初からの課題だったんですが、えー、まず一つは、えー デモの一部を、えー、5.1チャンネルのサラウンド化したということ。それとそれだけではあのゲーム全体を通して、えー、まあ5.1チャンネル化っていうのは難しいっていうのがありますので、特にインタラクティブ部分では難しいです。それで、えー、そのインタラクティブ部分ではどのように立体的に聞かせるかっていうことがありまして、まず。えー ステージにある物体、えー、もういろんなものがありますねあの鳥が飛んでたり雨も降りますしなんか敵兵が動いてたりっていうのがありましてその一つ一つにもう音を全部貼り付けていきましたそれで、えー、画面からの、えー、距離角度なんかによりまして、えー、音量やパンなどをあとエフェクト、えー、空気感ですね この辺を変えていきましたそれで、えー、全体的に奥行きのあるそして広がりのある音っていうのを、えー、目指して、えー、作り上げましたここれが最大の、えー、言いたいたとでしょうか、はい、とにかくたくさんの音を入れましたので、えー、存分に音の方も楽しんでください。 C.G. 監督っていう名前がついています。えっ、ー、と一応デザインのえっ、ー、と取りまとめをやっていてで、あと作業的には、あ、制作的には、えー、デモの部分の監督をしました。僕 <noise> 鉄砲を持って撃ちまくるゲームじゃやっぱりないんですよね。でやろうと思えば誰一人殺さず最後までいける可能性がある。それと 本当にその気持ちでやってると。僕自身、こんなゲームやったことないな。っていう凄さが、やっぱりあります。鉄砲。まあ、人を殺せる鉄砲を使って。血が出た時に、すごい嫌悪感が。あったりとか。作ってる僕でもしますんで。うん、味わっていただきたいな。できるだけ人を殺さないプレーも。やっぱり心がけてもらえると嬉しいかなって。気がしますね。 映画館に行ってあそこをもっと見たいなと思ってこうズームしたいなとか思っても座席にこうボタンがあるわけでもないですしでも今回はそれ可能なんでそれでなんかもうこれから10年とか持った後の映像の世界とかのきっかけって言ったらすごいおこがましいですけどなんか未来像を描けたらええなと思います。 黒服フェードアウトしてでちょっとしたまったりとした時間があるその「間」っていうのが意外と持つなっていう全体的につながってみた時にその空白の「間」が全体のお話の中にこう,こうパートパートで生きてきてるんかな何もない時間がなんかおいしいなっていうそういうつながった後に感覚がありました。 キャラクターのモデリングを担当している、まあ、キャラハンというチームがあってでそれの統括をしていたもの、えーまあ、苦労した点はまあ山ほどあるんですけども、えー、まずその PS、まあ、前回が PS1 の作品だったんですけども PS1 と PS2 の,の性能のギャップ に順応ししていいくくのががすごいまあ楽しくもありまあ苦労が多かった点ですね今回そのスネークという前作の主人公に代わってまあライデンという新しい主人公が出てくるんですけどもそのまあ髪の毛あの普通ああいうふさふさした髪の毛っていうのはかなり 3D で表現するのが難しいんですけどもそれをまずその表現しようという試みがあって。 でまあ、最初のうちはその、まあ、スネークのバンダナを20本ぐらいぶら下げて <laughs>、えー、テストしてたんですけども、えー、まあそれ、まあ、そういう実験を何回も繰り返してでなんとか今の形に落ち着いたと。で、まあ、今できるその技術の中ではかなりいい方、まあ、いいものできたんじゃないかなと。 もうユーザーの人は、えー、技術がうんぬんとかその映像がすごいとか、まあ、確かにすごい <laughs> ですけどもそういうところではなくてもう単純に楽しいんでほしいんですよね遊んでもうなんぼだと思うんでゲームなんてでまあそこの中から何か一つでも、まあ、遊んだ中から残るものがあればそれはとても嬉しいんですけど えと背景をまあ全体的に見ていた根岸です。えー、と苦労した点っていうのはまあ前作 PS1 から比べて PS2 となったらもうストレスがあったところが全部解消できるような作りたいものを全部作れるようなイメージがあったんですけどまあ結局最終的に行き着くところがまあ背景でいうとポリゴン数とテクスチャの容量っていう結局地味なところに行き着いて。 まあ、最終的にはどんだけ軽くするかとか本当に地味なな作業になってししままいました見どころ、まあ、全部と言いたいところなんですけど、まあ、メタルギアっていうと主観でまあ全部見ることができますししかもスコープとか持ってたら遠くのものも全部見えちゃうわけですよね。でそういうものに耐えれるくらいのものに仕上がってると思うんですよ。特に外とかって、まあ、果て果しなく 海が広がって空が広がって遠くの建物まで見えてしまうんですけれどももう完璧とは言わないんですがまあ遠くのものまで全部ポリゴンで作ってあるっていうそういうところまで見てもらえると嬉しいですかね正直よくできたなっていうところですね最初やっぱりタンカーとか巨大プラントとかもう全然イメージもしていなかった ものが題材になってたりとかしかも前作だと、まあ、暗くて、まあ、狭いっていうものが多かったんですけど今回は海とか空とか果てしなく広がってるところでしかも昼間とかもうやったことないことが一番最初に山積みされてたんで本当できるのかなっていうイメージはあったんですけどあんまり自信はなかったんですけれどもやっぱり一つ一つ、まあ、実験しつつ試行錯誤しつつやってきたんで、まあ、形になって。 よかったなまあユーザーの方にはそういう、まあ、地味に作ったものを少しでも体感してもらえたらな、まあ、空気感っていうんですかね体感してもらえたらいいかなと思いますモーション監督をやってましてあのキャラクターの動き全般ですねプレイヤーから敵兵ボス えー、あとなんだろう倒れるロッカーのドアとかそんなの全体的に全ての動きを見たり作ったりしてましたとにかく量が多いんであの結局 DVD の時代になっても入りきらなくて切ったものとか結構たくさんありましたコントローラーをこう操作したら動くのって当たり前じゃないですかでもそれは一個ずつ走りりを作ったり 歩きを作っったりっていうの、まあの組み合わせなんで,でそれがまあ今回ちょっと膨大に多かったっていうのですね。であとはデモとかは体はモーションキャプチャーなんですけど表情とか指の動きは一つつつずつ手作業でつけてます自分が直接やったのだと短歌編の後半部分のオセロットのガンアクションのシーンですとかあと タタンカーを突き破っててメタルギアが出てくるとところですとかですかすねえ自分もともとその MSX 時代からのファンだったんで好きでやってるところが <laughs> 大きいんで何でしょうね好きだとしか言いいようがない <laughs>、えー、開発期間が長すぎて忙しい時の記憶はほとんどないんですけどあの、まあ、逆に覚えてないから作ってて飽きないのかなという。 感じがしてますでそうですねだからまあその動いて操作して動くのは当たり前なんだけどそれを一個一個手で作られてるんだっていうところを気にしてもらえればありがたいかなと思います。えー、担当は振動エフェクトといいまして、えー、デュアルショック2のコントローラーの方のえー ブブルブルと浸透する部分を作,りました作る量がやはり前回の2倍から4倍ぐらいっていうその量の多さをさばくってこととあと担当としてそのキャラクター修正とかも担当だったんでそっちとの兼ね合いというか掛け持ちの作業だったっていうのがちょっとしんどかったっていうところですね。 まあ、あのゲーム中デモ中問わず全般的につけてはいるんですけど中にはなんでここで震えるのじゃないですけど意外なそういう演出的にちょっとおっとなるような部分もあると思うんでその辺も楽しみにしていただきたいと思いますね。あとはデモとかで派手な、まあ、メタルギアが暴れ回るシーンとかはもちろんなんですけどももっと地味な。 人と人の触れ合いというか仲間にちょっと肩たたかれるみたいなところとかもこっそりつけたりしてるんでそういうところも楽しんでもらえると嬉しいかなと思います。ユーザーさんに対してはそうですねあの振動はオンオフできるんですけどねメニューでいつでも、えー、それをできれば、えー、常にオンでやっていただきたいと。 その振動があることで初めて分かるような、えー、ちょっとした演出みたいなのもありますので、えー、その辺も楽しんでいただきたいと思います。あとすごい細かい話なんですけどもこの「リア a シ s h o c k 2なんですけどもあの振動の機能としてというか振動のより良い感じ方というかこういうふうに寝かして持つよりも こう立てて持ってる方がなぜかより細かい振動が味わえるっていう性質があるのでえ振動を味わいたいっていうマニアックな楽しみ方をしたい人はぜひコントローラーを立てて遊んでください一応メインテクニカルプログラマーってことなんですけど要はえっとレンダリングエンジン。 つまり描画に関するシステム周りとかを担当しましまたと。特に PS2 になって PS1 と比べてすごいできることが多くなったんですけどもその分システムの方に要求されるものっていうのがかなり大きくなって、まあ、結構そういうとこで苦労した部分がありました。システムっていいうのは目に見えない部分 のことを指すんで、まあ、一概にどれを見てほしいっていうのは特にないんですけどもあえて言うんであればてて、まあ、てをを目に見えるととかほしいと思い思ますやっぱり、まあね、描画周りを担当した関係で、まあ、目に見える分は全て見てほしいんですけども、まあ、PS2 ならではのそういう高機能な描画を生かしたそういうモデルとかエフェクトとか そういういのを含めて全体的なビジュアルのクオリティの高さというのを見てもらいたいと思っています。ポリゴンでも社内では言ってるんですけどもリアルタイムのポリゴンによるそういうムービーシーンというのがあるんですけども、まあ、PS2 になってもう本当にレンダリングレベルに近いクオリティの高い映像が実現できたので、まあ、そういうとこを 見ててもららえたらなと思ってます基礎研究から考えるともう3年近くなるんですけども、まあ、結構大変だった分新しいこともいっぱい覚えられて、まあ、楽しかったっていうのがかなり大きいんでそういう点では結構楽しく仕事ができたと思ってます。まあ、一応 見てもらいたいたビジュアル面もやっぱり見てもらいたいんですけども、まあ、純粋にゲームの方を楽しんでもらいたいたなと思ってますメタルギアソリッドの中で、えー、主に担当したのはエフェクトなんですけども、えー、一番顕著なやっぱり短歌の、えー、雨のシーン嵐のシーンですね。 あそこは本当に最初からずっと手こずってまして、トータル半年一年かかってたかもしれないですね。長かったですね。その他はやっぱりあのまあ爆発とか光とか、えー、そういう物理現象を主に作ってました。雨を表現するのに雨だけやっぱり足らないんですね。で、えー、嵐をまあいろいろ研究したんですけども、映画見たり、えー、テレビ見たり一番参考に。 なったのはそのニュースで流れた台風情報なんですよ。でそれを見てて思ったのはあ雨は上から下に落ちるだけじゃないんだっていうのが本当にあの単純なことなんですけどそれに気づいたことは、うん、非常に大きかったと思いますね。そこを取っかかりにいろんな要素を組み合わせて今のような形になったんですけどそうですねあの積冰担当の これから音は、えー、嵐になったら DV を持って、外に出かけて、えー、編集してですね、で、このシーンを使おうとか、いろいろありましたね。あの時は本当にもうズブレになっちゃって、えー、かなり寒い思いしたんですけど、まあ、一応、うん、うまく使われてるんじゃないかなと思います。えー、一ユーザーとして遊びたかったんですよ。もう全部の詞を一応知ってるもんなんで、 あのデバッグでかなり繰り返しプレイするんですがその度に思うんですよね一番最初に何も知らない状態でメタルギアをプレイしたかったなと思いますね本当に自分自身があのファンなんですよで常にやっぱりメタルギアを遊びたかったし神聖な気持ちで接したかったですね本当に休みなく作ってましたで その間のもうんだろうな自分の時間とかなかったですからね、えー、なんだろうまで遊び尽くしてしてほいいなと思います、ねまあ大きく言ってプレイヤーあのスネークライデン2人の主人公が出てくるんですけれどもそのプレイヤーの操作する部分あと武器アイテム 周り作らさせていただきました。そうですね。アナログに関して言いますと、あの銃をあの構えるボタンがあるんですけれども、あの銃こう構えて今までだともうつしかないんですけども、そのボタンをゆっくり離すとこう撃たずに下ろすことができるんですね。で、その打たずに下ろすゆっくり離すっていう感覚があのなかなかみんな意見が合わなくて。 苦労した部分ですけどそもううまくこうできるようになるとこれがまた快感になってくるんでその辺練習してやってほしいなと思います。と好きなのはあのロッカーっていうのがあるんですけれどもロッカーの中に隠れてあの主観ボタンを押すとあのグッと前にカメラが寄るんですけれどもそれもいきなりグッ,グッと押すとですね前の扉にガンってぶつかっちゃってそれで敵に見つかっちゃったりするんですね。そこもゆっくり押してやると 見つからないっていうそういうとこが僕は好きですね。プレイヤーが見るものなんですけどもあの地形がすごく複雑なんですねメタルギアの世界っていうのがあのパイプ一本一本削の細いところにまであの細かくあの当たり判定っていうんですけども当たりが貼ってありましても銃でそこを狙ったらどんなに細いところでもその地形の通りに ちゃんと当っってがついてて弾ががいい長出るっていう普通そんなことしないだろうと思うんですけれどもそういうところにこだわって作ってあるのでなんかそこを見て欲しいいなと思いますね, <noise> ですねユーザーの方はそうですね私もそうなんですけれどもあのゲーム好きな方っていうのはだいたい自分の中にこう俺の一本みたいなのを持ってる本なんですけれどもそういう一本にこのメタルギアソリッド2がなってくれたら いいなと思いますしきっとなると思いますんで楽しんでプレイしていただけたらなと思いますゲームの中で敵の動きプレイヤーの動きに対して敵がどうすればいいかそういうのを決定する AI を担当しましたで、AI というとあの賢さが売りみたいなところがあるんですけども えーまあ、ゲームにおいては賢いだけだと、えー、全然ゲームのルールが成立しないんで、えー、それだけじゃダメなんですね。で何が一番大事かっていうと、えー、プレイヤーが、えー、楽しませるために敵はどう動けばいいかプレイヤーが面白いと思わせるためにプレイヤーがあ敵がどう演出すればいいかを、えー、常に考えて作ってます。で一度遊んでくれたプレイヤーさんが、えー、もう一度あいつらと遊びたいって思えるような敵兵を目指しました。 やっぱり一番の私の見どころをおすすめはクリアリアングです軍事アドバイザーの毛利さんに敵兵の動きについてはいろいろ本当にたくさんの助言をいただいたんですけども中でもクリアリングについては講義まで開いていただいて社内で部屋を使って実際に犯人役と突入役に分かれてクリアリングを身をもって体験したりして勉強させてもらいました。 ゲームのルールとして、えー、そのクリアリングをうまく盛り込めたと思っています。気に入りのシーンですかね、えー。シーンはもう敵兵は全部のシーンに出るんで、えー、そのすべてなんですけども行動に関して言えば敵兵はプレイヤーに銃を突きつけられると手を挙げるんですね。えー、そのあの危険モードになって、えー、追いかけられる恐怖と、えー、突きつけ銃を突きつけられただけで、えー、手を挙げてしまうそのギャップ。 を楽しんでいただけたらなと思います。そうですね。やっぱりゲームとしての完成度が非常に高い作品になったと思います。えー、作ってる私自身が何度でも遊びたいですし、えー、皆さんにもそう思っていただけると思ってます。で、えー、おまけの要素としてドッグタグ集めとかができるんですけども、そういったことをやるだけでも、えー、新しいゲームが発見できると思いますので、えー、ぜひ挑戦してみてほしいですね。 メタルギアは、えー、プレイヤーが、えー、やりたいことをやればやるほど、えー、どんどん面白さが返ってくるゲームです、えー、ぜひいろんなことして堪能してくださいメカニック CG を担当してました、えー、木村です、えー、個人的に苦労したといいますか、まあ、全体的に何もかも苦労した点ではあるんですけど えー、そうですね、えー、具体的に言いますと、えー、関節ですとか、まあ、その辺りで、えー、人の関節とは違うものが多かったんでいろいろと不具合が多くて、えー、僕よりもむしろ、えー、アニメーターの方とかが結構苦労して、えー、迷惑をかけたっていうのが結構印象に残ってますね。 えとメタルギアレイなんですけど、えー、体の各パーツに、えーまあ、スペキュラーと呼ばれている技似的な環境マッピングで、えー、六角形の模様が入るようになってまして、まあ、それはマッピング的にもしんどい作業ではあるんですけどその見栄えといいますか見え具合がやっぱりこうあまりあざとくなくさりげなく見せているんでその辺の。 サージ加減というかやっぱりその辺は十分練られているというかユーザーさんに言いたいことと言いますかもうお願い個人的なお願いでしかないんですけどやっぱり「メタルギア」は <laughs> ま人を相手にしたゲームなんで単純に敵を倒したらおしまいっていうゲームではなくて。 相手はやっぱり身の人間でそれを倒してしまうのかそれ,とそれとも誰も傷つけずにいくのかっていう部分は全部ユーザーザなんで安易にこう敵を倒してはしまいっていうプレイではなくてできれば誰も傷つけないプレイっていうのを目指して。 楽しんでいただけると嬉しいです。脚本と無線のスクリプトを担当した福島です。えー、苦労したことというかまず念頭に置いたこととしてあのどこに目薬にもならないものは作らないっていうのをまず第一に念頭に置きました。<laughs> でまあそのための一つの方策として。 とととりああえず同時代的であるこことこということにこだわって、えー、そのためのまた目的として、えー、徹底ししてて過剰であることっていうのを考えて作りました映画とかそういうものといろいろ比較して映画とゲームとの融合とかいうのをいまだに言われることもありますけれどもその映画を映画たらしめているものとゲームのゲームたるゆえんというものその現実的なものっていうのはかなり相反するものがあって映画でやっているような方法論をとって。 えー、ゲームで行うというのはあんまり有効ではないと、ゲームというメディアの特性を生かしてそういうものを表現するっていうのを一番考えたんですけれども、えー、それを見ていただければ幸いです。と見どころというのはあの見る人によって見どころとなる部分が多分変わると思うんですよ。うんと今ほとんどのゲームっていうのはあの非常に簡単に咀嚼できて。 簡単に飲み込めてその分残るものが少ないっていう感じのエンターテインメントが多いんですけれどもメタルギアに関してはあの必ずしもそういう安全が保障されていないエンターテインメントっていうのを考えて作りましたんで、えー、見る人によって時に見たくないものとか見てもなんだかさっぱりわからないものっていうのが多分見えとってくることがあると思いますそういうところが一番最大の見どころとして一応想定して作ったところです 開発中は本当に色々なことがあったんですけれども、まあ、とりあえずこうやって世に出るっていうことが一番嬉しいです。で、ユーザーの皆さんにはとにかくこの作品はエンターテインメントなんで、えー、とにかく楽しんでくださいと <laughs> お願いしたいです。いろんな楽しみ方ができると思うんで、それぞれの楽しみ方で楽しんでくだされば一番嬉しいと思います。 お疲れお疲れ <laughs> <laughs> 10日来たよほらああ<の>、うん、俺何日かなちょっと少ないかもしれないでもね全然違うよいあ,のあれが前の時はねやっぱりさすげえ対策だからこれをの芯背骨やんなきゃいけないんだなっていうのがあったからものすごい疲れたけど、うん、今回は自分じゃないと思うから、うん、やっぱ来てもねそんなに疲れないんだ不思議なもんだねなるほどねああ よくね、役作りっていうと声作りだと思っちゃう人がいるんだけど決してそうじゃなくて何て言うんだろうその例えばスネークならスネークが何に対して怒りを覚え何に対して喜びを覚えみたいなそこを探していくみたいなことが俺非常に好きで楽しいのね。でそれでそっちで作っていくと別に声をひしゃげさせたりとかってそういうことはあんまり必要なくなってくる。 漫画でこんな小さいおじいさんとかやる時はねそれはあるデフォルメをかけてやんなきゃいけないんだけどこういったものをやる時はほとんどもう声作りみたいな声でこうやっていくいじっていくってことはしないだからそのなんていうんだろうスネークっていうのはどういうポジションでどういう過去があってでじゃあ俺だったらこんな感じに俺がその。 状況にに入ってたらどんなな感じるかななみたいいそっっちでやてくの楽しいまずこの「ライデン」というね役作りというかねライデンっていう役もらった時に俺はねあなたは俺のことよく知ってると思うからねまず自分の中で自分は俺のこと知らないじゃない違う違うそういう意味じゃなくてね俺はまずね自分の中のねコミカルな部分をねまずすっ飛ばした。どうしてもね 俺の中に持ってるね、なんか遊びっていうのねうん、うん、もう今回なしにそれほどそれほどはあの、うん、ねあのコミカルな部分は出すのやめようっていう,うん、うん、まずそういう雷電熱血感であるし、うん、もうまっすぐだっていうねでもそこがある種まっすぐすぎちゃってヘマしたりねあの、うん、しちゃう部分もあるでしょ。うんだけど そういった部分がねだからもう一生懸命やってんだぞってもうまっすぐに立ち向かっていくんだぞっていうのがね、うんうん、それはだから自分の中であのセリフ喋るのも一生懸命になれば、うんうん、必死になれば、うん、それはやっぱりライダーのキャラになるなっていうのはすごく感じたのね。のねこの演技でいいかなって思ってて、うん、後ろを振り向くとね、うん、あのー、皆さんね結構優しい目なんだよね。うんうん あのだからそういった俺はもう少しねあ小島監督ってねいうものでねもうちょっとピリッとしたなんかあの怖いんじゃないかっていう思いがすごいあったんだけどそれは今言ったようにねだから思いという意味ではすごい伝わってくんだけどだからこわもての監督ではなかったっていうのはあよね <laughs> この作品の醍醐味っていうのはさ、うん、本当に奥が深い、うん、それから もうやり終えた時に一本素晴らしい作品映画の作品を見終わったようなしかもそれでね自分自分があのその中に入っていくって言っているっていう部分でのやっぱり深さはもう大変なものがあるよねだからもう十分に買って楽しんでいただけるっていう作品だから、うん、もうなんていうかな本編中であの。 あれは、何の時だっけなあの「2」のね紹介紹介っていうかその、何て言うの前もってやる予告編みたいなやつで台本になかったんだけど一発目のセリフ俺待たたたせなっって言んだよ。そしたら大喜びしてくれてさ今度は「2」が出るにあたって自分はユーザーでもあるから自分に向かっても言いたい。 待たせたのなモーションキャプチャーはアクターの各部にマーカーと呼ばれる反射する球体をつけその動きを検出データ化する技術 アクターの体や重機道具などにもマーカーが付けられる重機などは実際にゲーム中で使用されているもののモデルガンを使用したり実在しないフォーチュンのレールガンなどはスタッフがモデルを作成したまた動きを取る前にアクターの初期状態のマーカーの位置の記録初期設定のためにキャリブレーションを行うモーションキャプチャーには小島監督をはじめとして モーションンンやデモモが立ち会って行われたモーションキャプチャーの前にはアクターとシーンの確認を行う絵コンテはもちろんマシンも持ち込み実際のゲーム画面を確認しながらキャラクターの対比そのシーンでの立ち位置移動の仕方などを説明細やかな打ち合わせが行われるスタントマンであるアクターがファストロープを行うシーンは非常に緊張感のある現場となった なかオーケーテイクが取れず何度もリテイクを繰り返した実際のデモ上では落下距離がさらに必要だったためキャプチャーデータをツール上で編集約1 0ルほど落下させたバンプが片手で大統領を持ち上げ連れざるシーンでは最初は倒れている大統領にも協力してもらって担ぎ上げる形でキャプチャーを試してみたがいまいちしっくりこなかった そこで次は持ち上げられる大統領をワイヤーで吊るして撮影した実際に撮影困難な動きはさまざまな機材や工夫を行ってキャプチャーデータ取りが行われたハリヤーやヘリの揺れを同時にキャプチャーするためクッションの上のセットやキャスター付き平台を使ったがうまくいかなかった後日大きなスタジオでの収録の時に スタジオ内のゴンドラを利用した大掛かりなセットで撮り直しを行ったツールの画面で確認できるがアクターが乗っていた台の動きをハリヤーやヘリに同期させて同じように揺らしているそしてモーションキャプチャーデータが制作スタッフに届けられるとモーション版でデータの細かな修正が行われる体の動きに合わせた指微妙な表情芝居などセンサーでは感知しきれなかった細かいデータや動きを修正するその後 デモ班で動きの,の入ってたキャラモデルを使いカメラワークなどを決めていくその位置で回るんだゆっくりな雨がやんだこの国も捨てたもんじゃないわねその位置で回るんだゆっくりな雨がやんだこの国も捨てたもんじゃないわね メタルギアソリッド2ではキャラクターの表情や口パクなども表現しているため音声収録時に声優さんの顔の表情や口の動きに関する記録を行ったまた音声に合わせて自動的に口パクが行われる機能を入れるため声優さんに音声認識のサンプル用にシナリオ読みなども行ってもらった日本語では P の音を使う機会が実に少ないスネークハンドガンを手に入れたねああ USB だ 奴らがメタルギアを状況が変わったもう単純にはいきそうもないよはいありがとうございましたお疲れ様でした I s t a うござ t ましたありがとうございましたありがと And think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? Or am I filled with love? I walk by myself. On the streets below, and ask every child I know. 僕らは伝える義務がある子供たちに何を我々人類の間違い過ちを記憶して伝えるそのために生きるお前はくたばったはず恐怖に屈した時闇に引き込まれるでは俺の好きなようにするやっと会えたわね ソリッドスネークお前の親父をやったのは俺じゃない茶番はおかしいものだもっと大切な人これは私のお守り何、うん ビッグボスは1人で十分だその腕では現役引退だな。